極環とは惑星や自然衛星の氷に覆われた高緯度地域を指す。極環の定義条件として氷の大きさや組成は問われない。また氷が陸上にあるという地質学的条件も問われない。条件となるのは極地方にある固体物という点だけである。これは極環という言葉をある意味誤解させるものである。というのも、氷棒という語そのものは、陸上に存在し5万km平方メートル以下の表面積を持つという、より厳密な定義が適用されるからである。より大きなものは、氷床と呼ばれる。極環の氷の組成は様々である。例えば、地球の極環は主に水の氷であり、一方火星の極環は、固体の二酸化炭素と水の氷が混合したものである。極環が形成される原因としては、高緯度地域は赤道地域に比べると太陽放射でより少ないエネルギーしか得られず、結果として地表温度がより低くなるという点が挙げられる。地球の極環は過去12000年にわたり劇的に変化してきた。極環の季節的な変化は、太陽の周りを地球や月が公転する際、太陽エネルギーの吸収に変化があるため引き起こされる。加えて、地質学的な時間スケールで見ると、極環は気候の変化に応じて拡大、縮小することがある。極環の温度は通常氷点下である。地球の北極は北極海上に浮遊する流氷によって覆われている。年を通じて溶けない氷の塊は非常に熱くなる場合があり、広い地域で最大3から4メートルの厚さに達し、尾根になる箇所では最大20メートルの厚さに達する。1年で溶ける氷の厚さは通常1メートルである。海氷によって覆われる面積は900から1200万km平方メートルである。加えて、グリーンランド氷床は171万km平方メートルを覆い、260万kmの氷を含んでいる。気候変動に関する政府間パネルの2001年の報告は、気候変動によって起こされた地球温暖化に関わらず2100年まで北極極環は残るだろうと予測している。しかし2007年夏の北極極環の劇的な縮小を受けて、環境への破滅的影響により2030年には北極から夏の氷はなくなるだろうと何人かの科学者は見積もるようになった。アメリカ海軍大学院教授Wieslaw Maslowskiなど他の科学者たちは2013年には夏の氷がなくなると予測している。そしてこれは2005年と2007年の最小値をデータに含めない。すでに非常に控えめな見積もりであると述べている。衛星写真の合成による南極大陸にある南極の陸地部分は南極氷床によって覆われている。その面積は140万km平方メートルで2500から3000万kmの氷を含んでいる。地球の淡水の約 70% をこの氷床は保持している。南極の気候も参照のこと。バイキング1号からの画像を合成した極環を持つ火星の北極地方火星も極環を持つが、その組成は氷結した二酸化炭素と水からなる。火星の地軸の傾きは25度ほどで、地球と同じように季節がある。極環は季節に応じて変化する。すなわち、夏には固体の二酸化炭素が昇華して岩石層が露出し、冬にはまた固体に戻る。NASA の火星探査で2005年に集められたデータによると、二酸化炭素の氷棒は溶けつつある。最も支持されている説は、惑星の軌道の揺らぎが、この変化をもたらしたというものである。ありがとうございます。